浦和レッズ中島翔也さん、完全復活した様子がこちら。中島翔也が香港チャイナ戦で移籍後初先発を果たすと、開始6分までに2つゴールに絡み、完全復活か？開始3分に右サイドでパスを受け、駆け上がってきた大久保にスルーパスを通し、小泉のスライディングシュートにつなげる。前半6分には中島がオーバーラップする坂井にパスを送り、ボールを受けた坂井がクロスを上げると興梠がヘディングシュートを決めた。その後も、浦和は中島を中心に好連携を見せ、相手ゴールへと迫っていく。中島にとっては、ここまでリーグ戦2試合途中出場しているが、今試合では最長となる65分間プレーで復調をアピールした。順調に来てるね。よしよしよと。終盤に向けて楽しみ。チームを良い方向に導く。キーバイが活躍するのは最高。本調子じゃなくてこれは素晴らしい。全く衰えてなくて感動した。浦和の10番が復活だ。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。